黒部神は、日本の俳優。本名、吉本隆。富山県黒部市出身。富山県立桜井高等学校、中央大学経済学部卒業。竹内事務所、アクターズプロモーションを経て、アートプロモーションに所属。女優の吉本隆美は長女。聖家は農業を営み、父は教師だった。中央大学に合格し上京するが、 東京の雰囲気に慣れ始めると、次第に遊びにはまってしまう。中大4年時には、芝居に興味を持ち始め、劇団表現座に身を置く。やがて家賃滞能のため、ホームレスとなってしまい、靴磨きで生計を立てる。ある日、靴磨きの客としてきた映画監督、山本果次郎から、東方ニューフェイスの受験を勧められる。1962年。 第3回東方をーるタレントスカウトに応募し合格。試験には合格したものの、黒部自身は、路上生活のため打ち先を友人宅にしていた。しかし、その友人も不在がちでなかなか連絡がつかず、やむを得ず不合格にしようとなるが、前日の山本が親代わりになるということで無事、合格となった。ニューフェイス合格後、俳優研修所に入り、日本舞踊。 モダンバレー、発声とセリフの稽古などで修行を積む。研修所の同期には、緑真子がいた。1963年、石坂洋二郎原作の青春文芸作、暁の合唱で、主演の星ゆり子の相手役としてデビュー。出身地にちなんで、プロデューサーから、黒部真の芸名を与えられる。しかし、暁の合唱撮影中は失敗の連続で、 信頼を失ってしまい、その後は国際秘密警察シリーズなどの悪役へと転じた。1964年、本大志郎監督、三大怪獣地球最大の決戦の出演をきっかけに東方特撮の常連となる。また、戦争対策、太平洋奇跡の作戦キスカなどにも出演した。1966年、ウルトラマンの主人公である。 科学特捜隊の早田隊員役として起用された。ウルトラマンは平均視聴率36.8%を誇る大ヒット作となり、全39話に出演した黒部真も正義のヒーローとして一躍有名になる。同作終了後は再び東方映画数本に出演したが、1970年頃に退社し、テレビに軸足を移す。1970年の 萌え予見では、新選組大使、長倉新八を演じたが、その後は、時代劇や刑事ドラマ、特撮で主に、ゲストとして、悪役を演じるようになった。西部警察の悪役にスポットを当てた、DVD ソフトシリーズ、ダーティーキャラクターコレクションでは、柳忍、後を回と並んでパッケージの表題を飾っている。一方、1977年の、 小さなスーパーマンガンバロンでは、主人公、天道、輝きの羊無主役を演じ、悪役とは違った一面を見せている。1990年代以降は、特撮ブームの再燃により、特撮作品や関連番組、イベント等への登場が増え、一般ドラマでの役柄も広がった。2005年には、ウルトラマンマックスで約40年ぶりに、防衛幹部役で、ウルトラシリーズに、 本格レギュラー出演、翌2006年のウルトラマンメビウスでは、テレビシリーズと劇場版で再び、早田役で出演した。NHK 日本テレビ TBSMBS、富士テレビテレビ朝日テレビ、東京インターネット配信。ありがとうございます。